パラノーマルアクティビティは2007年のアメリカ映画。モキュメンタリーの手法が使われている。タイトルの意味は、超常現象。この映画は実話に基づいて作られているが、家族設定や怪奇現象などを異なる点もいくつかある。また、実話版、パラノーマルアクティビティも存在する。同棲中のカップル、ミカとケイティは夜な夜な怪気音に悩まされていた。その正体を暴くべく、 ミカは高性能ハンディカメラを購入、昼間の生活風景や夜の寝室を撮影することにした。そこに記録されていたものとは、ゲームデザイナーのオーレンペリが監督、脚本を務めた、自主制作映画である。制作費がわずか1万5000ドルと低予算であり、映画全編が監督の自宅で撮影され、7日間で完了した。さらに編集作業は、 監督が所有するパソコンを使って行われた。監督もキャストも当時はすべて無名の人物である。2007年のスクリームフェストホラー映画祭、2008年のスラムダンス映画祭などで上映された。2009年9月25日にパラマウント映画の配給で公開されるも上映関数がわずか12巻という小規模公開であった。しかし、 口コミ効果などによって徐々に拡大公開され、10月23日には1945巻となり、全米初登場48位だったが、公開5週目にして、週末工業収入で1位となった。ダークナイトのオープニング週末の1巻あたりの平均工業収入36,283ドルを、はるかにしのぐ、49,379ドルという、記録を樹立。 この記録は現在ではタイタニックに次いでいる。ロッテントマト図では179のレビューのうち82%が支持し、平均点は10点満点で7.0である。スティーブン・スピルバーグが本作を絶賛し、リメイク権を得たものの、完成度の高さからハリウッドの一流の技術をもってしても、本作の恐怖を超えることは不可能と考え諦めたという逸話がある。 ただし、スピルバーグの助言で、エンディングはオリジナルとは変えられているという。スピルバーグも、ひょんなことからオリジナルのエンディングを見たが、やはり後の方が数倍良かったと語っている。イタリアでは、本作のテレビ CM を見た恐怖で、子供がパニックを起こす事件が、相次ぎ、テレビ局へのクレームが殺到した。パラマウント映画は、続編の計画があることを発表し、 トッド・ウィリアムズ監督によるパラノーマル・アクティビティ2が制作された。アメリカ合衆国では2010年10月22日に公開され、週末の興行収入ランキングで1位となった。日本では2011年2月11日に公開された。続編は同性カップルではなく夫婦で子供もいる家庭である。日本版続編として、 パラノーマルアクティビティ第2章東京ナイトが制作され、2010年11月20日に日本で公開。アメリカ版続編として1の前日談を描いたパラノーマルアクティビティ2が制作され、2011年2月11日に日本で公開。ケイティとクリスティの幼少期を描いたパラノーマルアクティビティ3が制作され、2011年11月1日に日本で公開。 2の後実談として、ハンターを連れ去り行方をくらました。ケイティのその後を描いた、パラノーマルアクティビティ4が制作され、2012年11月1日に、日本で公開され、2016年5月7日に、パラノーマルアクティビティ3後実談の、パラノーマルアクティビティ5が制作された。ありがとうございます。